皆さんこんにちは、鬼です。新緑の季節になりましたね。葉っぱが茂ってきて青々としてきてます。今日はスズメバチのトラップをかけます。この蜂撃トレってやつね。ちなみにこれはね、中に蜂を誘引する液体を入れておびき寄せられてきた蜂が中で溺れて死んでしまうっていうやつなんですけれども、生け捕りにしたいのでちょっと工夫をします。2つ入ってるんですね。2個入りですね。吸引剤をこの中でお水で溶かすんですけども、これ中でお水いっぱいにしちゃうとね、あ、なんだ針金あるやんか。吊るそうと思ってさ、こういう S 字フック買ってきたのに、まあいいわ、こっちの方がいいでしょ。なんだな、ついとんやんか、付属が。この中でこれ分量いっぱいに作っちゃうと深すぎて蜂溺れちゃうんで、もう天然水でこれをですね4割ほど飲みまして、ここに誘引剤をドバー入れます。うわー、よく濁ったよ。カルピスみたい。パルピスじゃん、これ。では、これをよく振って混ぜます。うわー！おう！カップの中にこれ入れます。100均で買ってきた油吸収パッドです。それで、誘引剤をめっちゃ吸収してもらえます。このパッドは足場にすることによって、蜂が溺れにくくするわけですね。吸収して、ほら！めっちゃ吸収されてく。これで蜂さん溺れないでしょ。ちなみにこの誘引剤ですけど、ブドウカルピスの味がします。あ、これをセットするよ。うん、逆じゃね、逆だ、ごめんごめん、裏表逆、こう、こうっすね。ほい、できました。この穴に針金を通します。いきます。ほら、これでもう入れ食いよ。ギリ届く。うわ、これ直でこれでいいんじゃねえの。これでいい、針金いらへんやん、よく考えたら。よし、これでいこう。ほい。チューチューチュッ。チュー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 チ1日経ちましたけども、まだ入ってる様子ありません。今日雨降ってますから、スズメバチもほとんど活動してないでしょうしね。昨日押し込んだ吸収パッドがだいぶ反発で戻ってきてしまってるみたいで、ちょっとね、足場が高くなっちゃって、中にスズメバチ入ってもね、こっから出られてしまう可能性がありますので、こうパッドを出してカット麺を入れておくことにします。パッド、染み込め、パッドの代わりにカット麺を使うことにします。おお、染み込んでいってますね。よしよし、これで中に入ったスズメバチが溺れることもなく、しかもカット面はね、膨らんでこないので足場が高くなって蜂に逃亡される恐れもありません。他のトラップもカット面に変えてきます。仕掛けてから1週間経過しました。トラップへスズメバチかかっとるかな、見ていきましょう。ここはかかってませんね。なんか地面に落ちてますね。風で吹かれて落ちたかな。これもダメ。ここも落ちてますね。風に煽られるんでしょうか。なんか入っとるな。昆虫が入ってるように見えます。あっ、スズメバチじゃん。壁面が汚くて分かりにくいと思うんですけど、なんか動いてるんですよ。ほら、おるって。小型スズメバチですね。こういう風に葉っぱが密に茂ってるようなところは小型スズメバチが好んで巣を作るんですよ。この子は巣を作る場所を探していたんでしょう。1週間仕掛けましたけど、取れたのは小型スズメバチ1匹だけですね。多分場所が良くないんだな。回収しました。これは小型スズメバチですね。もちろん毒入りです。寄生虫はいませんね。巣作りの場所を探していたところ、このトラップの甘い匂いに誘われて穴にかかってしまったんですね。かわいそうですね。じゃあこの毒入りはもらっていきます。では再びトラップを設置しに行きます。さっき小型スズメバチがかかってた場所に1個仕掛けときます。ここはスズメバチが来るような場所だということですからね。残りは仕掛ける場所を変えてみます。スズメバチトラップは場所の選定が命なんですよ。場所が悪いとスズメバチ全く取れないんでね。取れなかったら場所変える、これ鉄則です。まずはここに1個、ちょっと高めの場所にも仕掛けてみました。ここにも1個仕掛けておきます。別の公園にやってきました。あと2つはここに仕掛けます。ここは大きい川の近くで、向こうには竹やぶとか林があるんですね。そういうところはスズメバチいっぱいいますから、ここは来るんじゃないかな。仕掛けました。どんだけ取れるかな、楽しみですね。これは去年飼ってた小型スズメバチを古巣ですね。ここに取ってきた小型スズメバチを入れます。よし、今のうちに閉めましょう。こっちに飛びかかってくる前に、危ない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 危
この古巣を再利用して演奏してくれるといいんですけど、まあなかなかうまくいかないんですよね。ダメ元でやってみますけども。これスズメバチより危ない。なんかスズメバチみたいな色してるもんな、よく見たら。オレンジと黒でな、これ警告色だわ。うわ危ない、うわ危ない、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 危ない。トラップを仕掛け直してから5日経過しました。かかっとるかな。こっちの公園から見ていきましょう。あ、入っとる入っとる入っとる。ちょっと回収しよう。入っ取れたよ。中に入ってるスズメバチはモンスズメバチが2匹と黄色スズメバチが1匹ですね。あとハエトガも入ってますね。ここはどうかな、入ってなさそうだな。こっちにはスズメバチは入ってませんね。入っているのはハエだけです。よし、じゃあ後の4箇所を見に行くで。移動してきました。この山を登ったところにトラップを仕掛けてあるんですよ。見ていきますわ。確かこの木に仕掛けたよな。どうや、なんか動いとるぞ。スズメバチじゃんこれ。中にスズメバチ入っとるよ。よっしゃ、スズメバチかかった。何スズメバチだ。あー、これは小型スズメバチですね。やりました、またスズメバチ取れちゃいました。うわー、どこ仕掛けたっけ。どこや、どこや、どこや。 あった、あ、あれだ。スズメバチは入ってないな。ここですね。何かしらの虫が入ってそうな感じはしますけど、スズメバチではないでしょうね。見た感じ中に入ってるのはハエとガですね。開けてみてみようか。うわ、あ、これキノカワガじゃん。このガは樹皮にカムフラしてるんですよ。確かこの木だ。あった、うわ、かかっとる、かかっとる。うわ、しかもいっぱい入っとるやん。いっぱい入っとる。うわー、うわ、やった、めっちゃ取れた。これ全部オオスズメバチじゃね。これはオオスズメバチですね。オオスズメバチが1匹かな。うわー、やば。これここで開けたら逃げるよな。危ない危ない危ない。うわ、やば、危ない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 ぞこれ。あー、これ全部オオスズメバチの新女王ですよ。怒っとる。中でひしめき合ってますね。ここかみっとるわ。スズメバチが飛んできやすい場所なんでしょうね。いい場所当てました。家に持って帰ってきましたよ。暴れられると嫌なんで冷蔵庫入れてちょっと冷やしてます。このオオスズメバチでかいの。うー、ブリッブリ、紛れもなく新女王バチです。こっちのトラップね、黄色スズメバチかかりました。黄色スズメバチってあんまこの手のトラップかかってくれないんですけど、この子はかかってくれました。これも新女王バチでしょうね。まだ、うわ、やばい、出てきとる。やばいやばいやばい、出てくるな。こっちは小型スズメバチですね。皆さんこれですよ、これ、こいつ、ね、モンスズメバチっていう種類なんですよ。モンスズメバチってヨーロッパから日本までユーラシアを横断して広く分布してるんですけども、日本では割と少なめなんですよね。あんまり見ないの。待って、あー、また出てきた。モンスズメバチはアジアの東側特産ですね。これ、うわ、小型スズメバチを持ってる。小型スズメバチも一応大陸にいます。これもシベリアとかにもおるんじゃないのかな。うわー、出てくる出てくる、危ない危ない危ない。みんな荒ぶり出してきたんで蓋閉めました。見てください、このモンスズメバチかっこええやろこれ。うわ、かっこいい。この上から見たカラーリング、かっこええやろ。やったよ、取れちゃったよ。うわ、小型スズメバチは先週1匹捕まえてるんで、この2週間ぐらいの成果は小型スズメバチ2匹、オオスズメバチ6匹、モンスズメバチ2匹、黄色スズメバチ1匹、11匹取れてます。このオオスズメバチが取れたトラップを仕掛けた場所、結構いい場所みたいで、先週は小型スズメバチかかってましたし、今週はオオスズメバチが6匹も入ってたんですよ。スズメバチが頻繁に飛んでくるところなんでしょうね。結構場所によってね、取れる取れないの差が激しいんですよね。このトラップ本来だと液をここぐらいまで張って入ったスズメバチ溺死させちゃうんでね、殺しちゃうんで中で暴れるとかっていうね問題は出てこないんですけども、私みたいに生け捕りをしようとなると頻繁に見回った方がいいでしょうね。こんなにオオスズメバチ入っちゃうともう中でねぐっちゃぐちゃの喧嘩になっちゃってみんな弱っちゃうんでね、これから 2,3 日に1回見回らないとダメですね。これね、中のスズメバチ回収したらもう一回仕掛けに行きますから。
スズメバチ取れた場所にこれを引き続き仕掛けといたら、新女王蜂のシーズンの間ずーっと勝手にスズメバチ取れるんですよ。美味しいじゃないですか。じゃあ中の蜂回収してもう一回トラップ仕掛けてきます。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。